まちゃこんにちは。こんにちは。今日さ、はい、これサングラスで帽子でどこに来てるかというと一つしかないですね。一つしかないですよね。マークさんのスタジオにね、はい、お邪魔しております。お邪魔してます、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ、このすごい番号やな。いや、でもあれなんで外していいですか。だから最初のダブルにおませくださいよ。じゃあ、すみません、マークさん、今日はすみません、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はね、はい、あの今野さんにちょっと試してもらいたいクラブがあって、はい、で、まあ、いろんな人に振ってもらって、僕も振ってるんですけど、はい、まあ、プロからの目線で、はい、で、僕自身がちょっと、まあ、細かいことはね、まだ言えないんですけど、はい、要は、世界の選手って、はい、今、ね、ドライバー、例えば、まあ、PGA ツアーって誰がいます？すぐ頭に浮かぶ。ダスティン・ジョンソン。僕ダスティン・ジョンソン好きで、ね、よかったですね。ダスティン・ジョンソンって僕はあの、まあ、こういうね、はい、動いたさっきのあの、あ、さっきはこちらにあります。あの、あ、そうですか。で、ね、はい、はい、ゴルフっていうこと以前にあの、まあ、物理の法則っていうのがあるわけよね。まあ、そうですよね、物理、はい、で僕らあのゴルフクラブ屋さんですから、はい、物理の法則、はい、ゴルフってどうやったら球が飛ぶの？ワッフォーチャンネルさんは。まっちゃん、ゴルフがどうやって飛ぶの？球。振れば。いや、飛ぶんやけど、まずは何がいいの？振るということはスピードでしょ？はい。スピードっていうのがあって、はい、こういう公式があるんですよ。ちょっとややこしいですね。いや、簡単、簡単。簡単です。はい、E イコール MC の事情っていうのがある。はい。大学出てない僕ら。僕はあの哲学家ですから。あのこれも昔から出てて、はい、エネルギーっていうのが前を飛ぶから、ね、はい、エネルギーですね。M と C っていうのが、はい、これが一つが重さ。あ、重さですね。で C がスピード。はい、おー、スピード、はい。スピード。ってことは M かける C だったら、はい、重いヘッドを使って、はい、そうが有利だよね。M が大きくなるか。C が大きくなるかどっちかになれば球が飛ぶわけ。まあそうですよね、はい、はい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 、だからよね、はい、ってことは重さで飛ばすか、うん、スピードで飛ばすかってことになるわけ。もちろん両方も大事です。まあ大事ですけどね、はい。でそこでここで2が来るわけよ。2が20が来る以上、ってことは、はい、スピードの方が影響が大きい、はい、大きい大きいってことですか、はい。ってことは僕の中でスピードが出るクラブを今ちょっと研究してるわけ。ああ、重さよりもですね、はい。だから一時クラブメーカーがオモヘッドっていうのをやっててね、はい、まあ、ありましたよ、はい、でも結局、はい、消えたでしょ。そうです、消えましたね、はい、消えたでしょ。どういうことは言えないですけど、はい、消えたらいいんだけど、はい、で結局消えた理由が、はい、重さを出すとスピードが落ちるんですよ。だからゴルフのクラブってルールがあって、はい、反発規制とかしてますよね。そうです。長さの規制もあるよね。ありますよね。なのに重さって規制がないんですよ。そうですよね。確かに、うん、そうです。でそれは何でかよ。だから重くするとスピードが落ちるいうのを僕は分かってるからだったんです。はいはいはい、はい、じゃ規制をするまでもない。そうそう、重くしたら飛ぶメリットは出てくるけども、はい、スピード、先ほど言った振るというヘッドスピード、ね、そう振れない、うんうん、で今言うた、うん、ダースティン・ジョンソンが振ってるヘッドの重量いうのが、はいはい、だいたい200から205ぐらい。ああ、まあ、まあ、ちょっと重いですよね。まあまあ。はい。で、彼らのパワー、デサンボでもそうだけど、はい、確かに。僕らそんなにないわけじゃないです。特に抹茶はね。ないでもないしね。まあ、岩さんだってダスティン・ジョンソンよりあるということはないじゃないですか。ないですね。はい。ってことは、ダスティン・ジョンソンが、僕らがダスティン・ジョンソンになるためには、はい、2つ方法があるわけですよ。はい、1つは何？一つは軽くする、軽くしてスピードを、うん、だからダスティン・ジョンソンになるためには一つは自分が鍛えて自分のパワーをダスティン・ジョンソンに引き上げる。あ、デシャンボールとかね。そう、体格を、いや、そうそう、慣れるですね。もう一つはスケールダウンをすればいいわけ、クラブ。ああ、そういうことですね。わかるよね、っていう意味が。僕わかります、はい、持ってる、いつも持ってるやつより、まあ、ちょっとこう、なんていうさ、軽くする、軽くしていったら、うん、でも軽くするっていう時に、うん、まあ、ここからちょっとまだ言えないところもあるんだけど、一つは、一番影響出るのはどこなの？この3つあって、重さで。ヘッドさん。あ、ヘッド、ヘッド。はい、
そうですね。あれまた今日いつもより身長低くない。いやいつもより見上げるんですよ。多分今日はシークレットシュートちゃうから。それで、はい、僕が考えて、はい、まあ、ヘッドを軽くするってこれは今まででもあるわけです。まあ、ありますよね。でもこの時ヒントになったのが、はい、ここにもあるんだけれど、最近僕よくバットを振るんですけど、バット振ってますよね。はい、はい、でバットって野球と違うところが、はい、まあ、よく重心距離がないっていうので、うん、僕はあんまりバット振るのは否定的だったんですよ。お、はい、だけど野球のちょっと話を聞いた時に、はい、野球のバットも当然ここが重たいんだけれど、はい、でもバットってこう当たった時にここの重さだけで打つの、バット全体が、はい、まあ、そうボール当たったら、うん、バット全体で打ってるはずなの。そうですよね、はい、でもまたゴルフはどうしてもなぜかの設計家の人はヘッドで打つって言い張るのよ、はい、言いますよね。だから僕は今おっしゃったようにこのヘッドを軽くすることがデシャンボーとかダスティン・ジョンソンに近づくんだけど、ただ軽くするだけでは、はい、前なんかその衝突がやっぱ大きい方が飛ぶみたいな、そうありましたね。だからそれがさっき言った MC の M で、うん、でも衝突が減っても C がスピードが上がれば、例えば60キロでぶつかるのと100キロでぶつかるんじゃ、100キロでぶつかった方が軽くてもエネルギーが出るっていうのが出てるんだよ、うん、でそれがほんまかどうかいうのはちょっと僕試しで今、はい、ドライキングアイアンと作ってて、ちょっと振ってみてよこれ。まあ、さっき僕はね、軽く振らせていただきましたけど、普段より早く振れるかどうかを、早く振れそうな気がしますね。振れそうな気がする、気はするよね、気はしますね、うん、まあ気はするだけで、はい、まっちゃん大体いつもヘッドスピードが大体46.5ぐらいだからね。お、早いか、早い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 、今日いい気分になってくれる、今日は褒められてるから、早い早い早い、あれいつも綺麗がいいね。本当ですか、うん、なんか振れる気がします、ね、あ、じゃあ打ってみ、打ってます。でもまだこれで打ってみて、まだ抵抗がないこのスポンジボールね、うん、これ抵抗がないんで、うん、スポンジボールですね、はい、はい、これでもバーンと振れるだけ打ってみて、ちょっといいですね、はい、早いよ、あれ早いっすね、いや本当に俺お世辞言うの嫌いやん、早い、いやなんかいつもよりはだいぶ早いよ、いいスイングに見えない、いいスイング見えます、もう一発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 でいいね。そうですか、はい、俺ですか、いいスイングだ、出るスイング、まっちゃんスペシャル、ここのクラブだな、まっちゃんに、あれもういいんじゃないの、たくさん今日これ35万ぐらいで売るわ、高いですね、はい、今の悪いスイングやな、ちょっと、あれですよね、もあのどもりましたね、どもったな、今一発目の方がよかった。やっぱなんか無心な、やっぱこう、やっぱりその、なんて言うんだろうな、その意識しちゃってる部分があるよね、まあとりあえず早く打った方がいいよ、もうどんどん早く、うん、うん、振れるだけ振った方がいいですね、はい、やっぱどもるな、やっぱりあのちょっとボール意識すると、うんうん、メンタル弱そうやね、まあまあなんですよ、まあまあ大サソリ出るんで、もう一球いきます、お願いします、ちょっと素振りとは違いますよね。まだ、あ、振り、なんでそのね、岩尾さん解説してよ。なんで振りがちょっと悪なるの？振り悪くなるのはなんでなんすかね。その素振りの時はいいよね。いいっすよね。なんか、もう急に静かになっちゃったよ。なんか、いつもと全然違うんで。うん。あ、今いい、うん。そうだね。うん、振り、ちょっとショープだったね。そうですね。まあ、どこに意識を向けてるかなんだけど、まっちゃんね、うん、早く振れ、逆に早く振れると思っちゃうんで、うん、全部こう早くなっちゃいますね、なるほどね、ちゃんとやっていつも通り、まあ僕がさっき振った時は何も影響ない、あ、今の映画は今のもいいですね、うん、どうですか感想、普段ね、はい、これあの答えだけにするけど喋らんといてね、普段のシャフトってどういうシャフト使ってるの、硬さ、僕 X ですね、でこれはなんと、なるほど、言っちゃいけない、言っちゃいけない、これは本当に言っちゃいけないやつで、え、マジっすか、だからそういう風には感じないよね、はい、だから、はい、このクラブって軽いんだけど総重量もこんだけ、これマークさん、これえ
いつ発表するんですか。いや、もうちょっとした発表します。だから、軽くないでしょ。軽くない、軽くないでしょ、これ全然軽くないよね。俺もさっき見てびっくりしたけど軽くないんですよ、うん、で、これのもっと進化系があって、はい、これのもっと進化系が、これ岩尾さんにも売っていただきたいんやけど、はい、ね、俺すぐどこあったあった、はい、もっと進化系が、これ岩尾さんちょっと売ってみて、もっとエグいよ、これエグいっすか、ね、エグい何番は見て、何番と書いてない、7番と8番ぐらい何番ぐらいですか、はい、すごい、もうこれもっとエグいですからもうエグいこれもあなたもダスティン・ジョンソンになれるってクラブ、はい、はい、ダスティンはこういうのを取ってるんです。え、ダスティンは感覚的にこういった感じですね。これ、だからパワーバランスで言ったら、そういうことですね、はい、だから今は、今ダスティンの状態になってるわけ、これスケールをこう、あれですよね、はい、ね、ダスティン見たら早くないスイング、早い、これね、全然違うよ、松本、これ、あ、松本って言っちゃったえ、これで、え、だって僕、ドライバーで全然違いましたもんね、はい、で、今岩尾さんはさ、はい、やっぱりこれに慣れてないから、うん、全部アウトが来てるって食らう、来ますよね。でもそれがアウトが来なくならないようにならないと、はい、ラスティになれない、そういうことですかね。ちょっともう一回言っていいですか、はい、だからこの重さに対応できてない、ま、あのまっちゃんの感じがなんとなく分かった今、うん、さっきドライバーではそんなことなかったんだけど、うん、これはもっとエグいから OK、これ、今の、でも、キレあるやろ、スイング。今の、いいですね。やばいやろ、やばい。まっちゃん打ってみ、これ。いや、まっちゃん、これ、授業を切る、君は。そんなにいいですか、うん、これは、日本、日本しかないから。これ、すごいっすね。だから、まっちゃんも今も、ダスティン・ジョンソンと同じ気持ちよ。そう。いや、これもう。これで、あなたもダスティンって言うから。もらった瞬間に、あ、そういう感じするよね。はい。なるほど。何かは言わないけどね。うん。何かは言わないけど。当たる気がしないじゃないですか。いや、まあまあ、うん、なんか、いつも違いすぎて、なんかコアコア打ってるな、今のと違うな、なんかその特性をもっと生かさないと、うん、どう、やっぱりヘッドスピードが速くなるのが利点なんだから、そう、うん、そうですね、うん、あ、今いい、いいよ、いい、いいフェースの見せ方、いい感じ、うん、ちゃんと面白いっすね、どういうこと考えてるやろ、すごいっすね、おい、あれやっぱいつもいいとこから降りてきてるな、いいとこから降りてくるやろ、降りてます、これね、いいとこから降りるの理由があるね、理由があるんですか、理由があるね、これ全部マイク高性能なの全部聞こえてますよ、はい、いいとこから降りるでしょ、降りますよね、俺だから今日まっちゃんのスイング見たくて、はい、いいとこから降りる理由があるの、降りる理由があるの、え、いいとこから降りるやん、だいぶ良くなってるね、良くなってます、良くなってる、はい、うん、すごいっすね、でも確かにもう全く違うんですよねいや本当に違うんですよ、ね、だってもう一見普通やけどね、一見普通なんですけど、そこまだ見てないですね、はいでも気になって気になって、そうなんですか、聞こえてないですか、大丈夫ですか、結構思考性で音拾っちゃうかもしれない聞こえるか聞こえんかぐらいがいいですかねえ、そうなんですか、はい、で、これを振った後に、はい、ちょっとあるかな、いやでも、なかなかないね、まあ、打ったことはないから、まあ、打ったのは初めてだったんで、うん、あ、これでいいじゃん、これ打ったら違いが分かる、あ、これは、うん、これは普通のクラブで打てループでちょっとシャフト曲がってくれる、フレループ打てるんですね、これも打つの初めてなんです、はい、だけど、これ振った後にあれ振ったら多分振れないです、あ、振れないですか、はい、これ負けてるでしょ、まっちゃんさ、ヘッドスピード10ぐらい落ちたよ、10ぐらい落ちた、いや、違うんですよ、いや、フレオさんもこれ振った後、フレ打てループ振ったら全然感じちゃう、ちょっとこれ振って、うん、いいです、だからいかに人間の感覚いうのが面白いやろ、 OK それ振った後にこれ振って、はい、ありがとうございます、はい、早い、スピードが、俺明日のゴルフどうしよう、いや、こんなもんほら、ちょっと遅なるやろ、遅い、どもりますね、どもりやろ、はい、重さを感じちゃう、はい、分かったことがあって、はい、ひ
ょっとしたら僕らのパワーには、はい、これはオーバーウェイトの可能性があるなっていうのがありますよね。で特に1回見たとダウンがどう戻しとって、うん、で俺がこれを打った時にね、自分でもそうやねんけど、これが一番軽いやつやねんけど、はい、これ打った時にちょっと見せるわ、自分でできへんスイングができたのよ自分でできへんスイングがこうやって見てみて、これ昨日打ったんだけど、はい、すごいな、すごい。こういう研究するのが好きで今。まずとりあえずアザスのバット送ってもらおう。いや僕こうだよ。ファイナースはアザスさんに言おう。ファイナースは見てくれて、見てくれてますからね。僕アザスさん知り合いなんでね。僕でもこんだけすごい綺麗。ああ、いいとこから来ますね。完璧ちゃう？完璧ですね。クラブだったらここの軌道の俺でこない。クラブだとちょっとなんないですね、うん、それはじゃあ何なのって言った時に、はい、こっちはな、はい、やっぱり重すぎたねっていうことですよね、まあ、さっきからの流れだと、うんうん、ここが70のこれ入れてる、うん、だから結局まあ全体重量は、うん、結局ここまで軽いクラブがいっぱいあるじゃん。例えばここが軽いのは、うん、女性のクラブだったら、ね、こっちもこっちも軽いだろう、うん、で面白いのは軽くすると、うん、硬くしたときに硬く感じなくなるね。だからそこは僕も謎なのよ。これがそうっすね。さっきこれ EX、 これをこれ今ガツガツだよ。今ウレックス言っちゃいましたけど大丈夫ですか？いいねいいね。たまにちょっとポロッと漏れた。だから本当にその適正なクラブって何かいうのが、うん、根底から変えなあかん時期に来てるの気がするの。そもそもまあ言ったらバランス系みたいなのさ、まあ、俺ら大体合わせてるじゃん、うん、もうここで合わせてるのさ、そうなんだ、おかしいわけよ、うん、だからここにさ、うん、言ったら 100g やったってバランス変わんないんだから、そういうことや、それはおかしいね、それは前々から思ってるんだけど、完璧、まあ、めっちゃフリーいいやろ、いやいや明日残る。いやいやだからすごいなこれ。すごいっすよね。だから僕は岩尾さんに、はい、なんていうの、番組的に面白いっていう以上に、はい、やっぱり僕らも研究してるけど、はい、僕って結構その人のなんていうのかな、いろんな人の意見聞くの好きで、はいはい、でこれが一つ面白いの聞きたかったの、肩も感じないよね。そうなんですよね。なかしじゃん、普通で考えたら。これシャフト自体もう、めちゃくちゃ硬いよ。めちゃめちゃ硬いじゃないですか。で、さっきのこれは、さっきのアイアン打ったじゃない、はい。あれなんてチップ3インチ切ってるからね。ガチガチでワッフルしてるけど、ワッフルしたらワッフルしななんてね。もう言っちゃいます。でも最後の方まで見てくれてる人がね、こうやって。ああ、もう全然知らないですね。だけど振ってたら、いや、そんなことないんですよね。いや、打ったら、全然普通に。だから、これでもね、はい、例えば見てね、はい、打ってるやつで、はい、これか、これ振ってみてね、シャフト見てて、こう切り返しで結構締まってる。いやすごいですね。これ DX 一緒ね。はい、うん、はぁ、結構ですね。来るやろ。すごいですね。で、僕でもこのだけのスピードで、はい、マックさんでも言ってもね、スピードはまあまあ、いやでもこれこんなに早く振れないよ。あー、そっか。あー、すごいですね。だからこの辺が、僕は日本の選手が、はい、オーバーラにも冷静考えて、ダスティンやデシャンボーと同じクラブ振るとおかしいな、ね、まあそうなんですよね。ダスティン6の TX ぐらいですよ。でなくて、こっちのここに関して言うから。そうですね。あ、でこれ、だってバランス、まあ大体 D2 とかで、まあ、俺とかドライバー大体 D2、D3 だけど。そう。それで、僕はなんでそのクラブやったらこれやん。なんかいろいろ出てきますね。やっぱり、結局は振ると。こうやって振ったときに、はい、ここに手に来る抵抗って、はい、結局ここやろ。まあそうです、ヘッドスピード、うん、はい、で、これが自分の体の回転スピードや、うん、そうですね、はい、ということは、はい、ここもエネルギーがないやつが、はい、ここが重たいものを振るったら、まあ、すごい大変ですよね。体が、うん、さっきまっちゃんもそうやけど、うん、まず力を入れようとしたら、そうそうそう、そう、切り返して力がないから、ガッてこう入って、そう、いや、だからタイミングという部分では重たい方が取りやすいの、はい、だけどこれはもう完全に僕は超上級車用向けだから、うん、やっぱり自分のポテンシャルを、はい、僕車が好きで、はい、車って最後レーシングカーなんて、はい、素人運転できへんやん。できないですね。で、遊びがない。その通り、僕は遊びがない車も乗っててね、はいはい、真っすぐ走らへんねん。
やっぱそうなんですね。全部路面を平らうから。あ、もう。だから路面が平らじゃないじゃん。そうですね。ほとんどがもう揺れずれてますから、ね、うん、地面は。で、それを絶えずこう合わせるわけじゃん。だからこのクラブも、はい、なんていうのかな。あー、まあ。これ僕ラウンド2回ぐらい使ったんだけど、はい、スイング的には、はい、ほとんど問題なくても、はい、ちょっと自分だけっていう時あるじゃん。あー、ありますね。だから全部折れてる。だから、間は取りづらいですね。間が取りづらい。間は取りづらいけど、ヘッドスピードを上げるとか。そう。だから結局、それって今度技術やろ。技術です。だから結局、ダスティンの体力をつけることを頑張るのか、うん、まあ、こういうクラブで技術を上げるのかってなったら、日本選手ができるのは、まあ、どっちかな。まあ、そういうことですよね。うん。もう、確かに。ってことですよね。だけど、だから、結局、だから、ここまでいかなくても、はい、これで研究じゃん。研究じゃん。これと普通のクラブと、中間ぐらいを作るとか、はい、だから、このセッティングが、さっき、岩さんがおっしゃったように、はい、バランスじゃないね。ですよね。ここを、車と一緒で、ここを何もかも、ここで1個やろう、上と。そうですね。はい。だから、これを1個半にするとか、うん、あと、こっち側のカウンターをどうするかとか、うん、こういうセッティングをやってる、本当は、プロの、チューナーが僕は出てくると思う、ゴルフ。ああ、出てくるから、ね。ツアーで、ね、ツアーで、ね、あんたの今日の調子やって、はい、今日の距離やったら、あと5ヤード欲しかったら、はい、このセッティングで行こうとか、そうやって F1 ってみんなそうじゃん。まあ、その、ちょっと最後調整するんですもんね。そう、だから今までのプロのなんていうのセッティング言ったら、プロがちょっともうちょっと捕まえてくれとか、はい、なんていうの、その微調整だけじゃん。微調整ですね。そのプロのポテンシャルを上げるクラブを、僕ちょっと作りたい。そうですね。ああ、そっちの視点になるんですね。そう。例えば岩尾さんでも、はい、このコースやったら270でってなったら、うん、まあ、安定志向にする。そうですよね。でもここはやっぱり290が、はい、やっぱあそこ290打ったらパー5でイーグル取れるってなったら、そうですね、290の距離が出るクラブを作るっていうと、はい、今までやったらフェースの反発とか、はい、そっちにクラブの長さとか、うん、そっち行ったけど、はい、僕は自分のポテンシャルを上げるものを作った方がいいなと。自分が早く振れるクラブをあれしてるってことですね。そうか。まあ、そう考えてるのでは。でもさっきのアイアンはどうびっくりしたよ。アイアンの方がやっぱ難しいですね。でも難しいっていうか、感覚が違いすぎますね。でもな、これが面白いのかな。はい。今平さんとか、はい、いるけど、あの子の話は、この、短く、うん、このね。短く持つということは逆に言うたら、ヘッドを、軽くしてますもんね。例えば、彼は、うん、7番を普通の人の9番アイアンの長さで持ってるね、はいはい、そうですよね、うん、1日ぐらい短いですもんね、1日、はい、ってことは、はい、7番を9番の長さで持つということは彼はこれがもう7番アイアンの重さの9番アイアン持ってるようなことです。そういうことですよね。だからこれだけ振りがシャープ、シャープですよね。速いですよね。はい。だからあれ短いからシャープじゃないね。あれだ。そう。ヘッドを軽くさせて、だから多分本人は絶対そんなこと言うても、そんなん分かりません、僕はもう今までそれでやってますとか、うん、てか言わないんだけれど、その僕らは検証する役目で、だから逆に言うたら、はい、短く持たなくても、はい、2番手分、あー、そういう感じですね、軽いヘッドで全番手僕作ったろうとか思ってた。あー、まあ、この短く持ったりするのちょっと違和感があったりしますからね。そう。ライト角だとかね、そうですね。そう。うん、だけど、これが面白いのよ。僕はあのクラブの完成モーメントってやってる人もいるんだよ、はい、ここをこうやって測って、ああ、ありますよね、うん、はい、はい、だけどな、人間で面白いやん。例えば7番アイアンをさ、はい、こう僕はあずれだこうやってさ、僕らもようラウンドしてここで持ってさ、はい、空振りするやつおらへんで、ね、まあそうですね、はい、ここで持っても当たるし、はい、極端なこと言ったらつま下げられたらこういうとこ持つじゃん。打ちますよね。でこれ持ってこうやってポーンって130ぐらい打つじゃん。打ちますよね。今対応してない。対応してますね。確かに。なんか、短く持ってやってます。短く持つ前にさ、5回ぐらい滑りとかせえへんやん。もうこうやってピッピッて持って、そうですね、これで行くかって言って、はい。当たりますよね。だから人間のセンサーって、うん、それ結構あるような気がする。すごいですね。確かにそうですね。まあ、こんくらい持って、なんとなく、だって普段 それで練習してないのに、確かにそうですね、当たるんですか。で、そういう人に限ってね、全盤でバランス揃えるとかよくわからんことやってるわけやねん。やってますよね。もうだって、こんなに違ったら全然違うのに、これだけ違ったらもう1ポイント、2ポイントぐらい変わるよ。2ポイント変わりますよね。なのに短く持ってるから、ね、あ、確かにそうですね。だからみんなそのなんだろう、僕は数字がすごく大事だと思うんだけど、はいはい、でも数字以上に大事なものがあって、うん、だから本当に例えば僕今やってるのアイアンに関して言うたら、はい、
今が本当にええのかいう前提を、あ、そういうことですね、崩すクラブを今こうやって作ってて、うん、で逆に今日なんかは、うん、作ってて、うん、今日は2人にね、でもまっちゃんがさ、俺やっぱりもう一つやね、プレーンがね、はい、まっちゃんこればっかり打って絶対プレーン用なんだよ。よくなってますか、ま、いや全然いい。やっぱまっちゃんはね結構変わるよ、元が発揮してたらいまいちだからね。そんな違います。全然違う、全然違う。でやっぱりいや、ええプレーよ、だいぶその切り返しがやっぱ変わってるよ。変わってますか。うん、まっちゃん効果あるな。まっちゃん効果あるってことはほとんどなまっちゃんした効果ある。抜群ですよ。抜群だね。いや、いいよ。いや、確かに振ってる感覚が違うのは分かるんです、うんうん、どう違う、どうなってるかっていうのはそのいまいち分かんないんですよ。いや、自分の中でどうなの。自分の中で、うん、変に、うん、なんだ、タイミング取ろうとしてる自分がいるんですよ。タイミング取らなくていいじゃん。でもこれ取る暇がないというか、うん、もうなんかフッて上がったらもうそこにフッとこう下ろしてるね。かっこいいこと言うね。あとは一丁目だね。そうですよ。もうそれでなんか間を逆に間がないことがすごい僕、うん、まあ、重たいものを動かそうとしたらさ、体でこうなんか左肩の方で力入れたりしないといけないけど、はい、まあそのクラブだとまあまあそのすっと、ね、考えてる時間が全くないんで、うん、いや切り返しもあったの、いいですね、うん、はい。いや、めっちゃええわ。いいとこ降りてきて、フェスも降りてきて。いいとこ降りてきてるわ。フォローもいいじゃん。ほんとですか、うん、なんか褒めたら簡単だな。いや、でも頭の中で全部こうやろうかなってちょっと考えてる、うん。ああ、ちょっとあるよね。はい。まあまあ、これはまあ、いろいろこう試してみるそうのはやっぱり何でも必要だから。いや、でも本当に寄れないよ。寄れないですね。はい、あ。それがさっきみたいに、じゃあこういうふうに打ってみてよ。絶対寄れるから、これ。これで、ね、え、これですか。やめてよ、前の椅子とか。いいな、ナイスツッコミ。やめてよ、本当に。やっぱり、振り負けてるやん。振り負けてますね。振り負けてるの分かるやろ、今の岩尾さん見てて。振り負けてる。いや、振り負けてますね。負けてる。自分でも分かるやろ。自分でも分かるよ。だから言い方変えたら振り負けてるクラブで延々と頑張ってやってるね。 やろうとするからだったら余計力入るんだな、うん、あ確かにこっちの方が、うん、左手がグッと入るな、力んでるよな、うん、でその分変な間があって、うん、なんかこうあじゃあ振り負けないようにしようとしてるんですよ自分が。だから重さに反応しすぎてんね、うん、ああそういうことですね。ってことは合うてないいうことや。合うてないですね。はい、あ、今は思った。まあ今は良かった。でもやっぱ振りが鈍い。鈍いね、だいぶ。だいぶ鈍い。でこれでやっぱり同じロフトだったらやっぱりそれは速い方はいいね。でスピンも速い。スイングかっこよく見えばね、速いとキレがあって、まあ、そんな褒めますね。おせちだからやっぱり動画っすもんね。動画無理なんで。動画無理なんで。ってお前ほんとひどいな。動画無理なんで。はい、いやいい感じ、いい感じ。もっと触れるんちゃう、うん、もっと触れると思うけどね。ちょっと遠慮してるわ、うん、あ、いいわ。そう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 、いいじゃん。あれ、ええわ、うん、触れる気がしますね。いいね、うん、だから僕これはね、はい、ある種トレーニング用でも考えてんの。ああ、いいですよね。やっぱり、あの車で言うね、みんな暖気運転じゃないけど、はい、3000回転もみんなゴルフって軽く振るっていうのを美徳にしてるじゃない。ああ、なんかそうですよね。だけどエンジンの自分のなんていうの最高速度を経験して、はい、で実際打つときはちょっと回転を抑えればいいけど、うん、最高回転が低い人は、はい、例えば180キロ出てない人は180キロが怖いけど240キロ出しといたら、うん、それで180走れば、そうですね、安定するじゃん。ゆっくり見えるね。その自分の限界を僕はね変えれるような道具を今作ろうとしてる。いいですね。もう一杯ちょっとどうぞ。じゃあどうぞ、限界上げてもうちょっと。わかりました。50ぐらいで。あ、やっぱだから今みたいに限界上げると今度動きがどこが悪いかのテクで、うんうん、今やっぱりガブってきたからね。そうですね。はい。はい、だからこれ自分でなんていうの、速度上げ方が間違ってるだけ。まあ、やっぱりその速度の上げ方が重いクラブと同じような動きになっちゃってる。そう。うん。練習が。おい。すごい綺麗。集合に見えてきたな。うわあ、いいな。なんかでも、うん、ちょっとコツを掴んだかもしれないです。はい。本当？
お、ほんまや。いい感じですね。ほんまや。で、なんか、まあ、その肉眼であれだけど、シャフトもね、しなってるように見えるんだよね。しなってます。ですよね。こんだけ硬いもんが。だから速度が上がってる。上がってるからしなる、うん。結局そういうことですね。速度が上がるからしなるんで、うん、そう。なんか自分でもしなってる感じはあるんですか、うん、あるんだ。めちゃくちゃ硬いシャフトだよね。めちゃめちゃ硬いですね。へ、はい、面白い。いや、シーンとか怖い。じゃあこれはね、まあでもね、今日来ていただいて、はい、まあやっぱり僕らゴルフやってね、本当にあの、はい、まあそのなんだろう、常識ってゴルフのスイングでもね、はい、今シャローイングとか言って、僕らがやった時はね、はい、シャフトを、俺もう50年近くやっててね、シャフトをこうポケットに、ね、こう立てろってこうやってやりました僕も、でも、はい、立てて腰切れって言われて、はい、今やさ、はい、寝かせろや、そうですね、真逆ですね、はい、だけどこれもね、今賛否言われてるけど、僕はちょっとあの、はい、バットを振るようになって、はい、バットも今野球のバッティングも2種類あるって言われて、野球のバッティングも今でもこういう風に振る打ち方と、はい、こっちに倒して、はい、こうやって打つやつがある。だからゴルフも多分、うん、あの綺麗に分かれるわけじゃないけども、はい、2つの打ち方があるんちゃうかな。まあそうですよね。やっぱりこうなんかどんどんでもやっぱり進化っていうか、いろいろ分かることが多くなってきたんでね、最近スイングのことに対してね。いやでも今日は2人が、特にまっちゃんのスイングが僕の小さくクラブでようなったいうのが、でもいつもねマークさんとこ来たらね、なんかこういろんなことを教えてもらってね、どうぐらいいろいろあってだからそのなんていうの、自分で意識しなくてもマークさんたちはだから道具で変えてくれるやつをいろいろこう研究してくれてるから、そうそうっすね、やっぱり僕らはさ、それをこううまく、まあ、利用してって言い方悪いけど、こうやってやってやっぱりどんどん上手くならないと、僕、うん、いくら意識しても達成できないことが、うん、クラブが変わると、うんうん、で僕は岩本さんが例えばね、ツアーも今年も多分出られるけども、うん、例えば周りが見て、まあ、岩本さんがそのチャレンジする気があったら、うん、岩尾スペシャル作って、うん、岩尾330どうぞみたいにしたら多分、はい、飛びつきますね、みんな。いや飛びつくというか、やっぱりそういうことを考えるのが僕は好きなんですよ、うん、で逆にそれをね、チャレンジできるプロと、はい、いや俺自分のスイングが壊れるから嫌や言うのと、もちろんそうやけども、例えば、はい、壊れるのを怖がってたらずっとそのなんていうの、まあ確かに、まあ、もう成長がないんですよ。僕なんかは割とスイング変えちゃうね、まちゃんタイプだから、ね、だからチャレンジする気がある人には僕はやっぱりそのチャレンジを助けたいなっていう、うん、でもちろん自分のね、あのそれでボロボロになってどうすんねんっていうのはもちろん僕はっきり言います、うん、だって車だってそうじゃん、 F1 だって、うん、壊れないエンジン作るとスピードが出ないわけ、うん、そうですね。だから F1 のエンジンってレース終わった瞬間に壊れるエンジンを作る。10万キロ走るエンジンを作ってもしょうがないじゃん、耐久性はいらないわ、いらないですもんね。だから例えば僕は岩尾さんにして、例えば1年通してあの予選通るクラブが欲しいって言われるのか、はい、予選落ちが20回あってもメジャーで勝つクラブが欲しいのか、うん、ということですわどっち？いやもう一回勝ちたいですよ、やっぱり。確かにそうだろ、ずっと予選通過しました言うて年間シード落ちましたけどもう20回連続予選落ちやけど、はい、ジャパンオープンでぶち切りましたああいうのと、はい、プロやったら多分そっちやろ。もう勝ちたいですやっぱりね、はい、やっぱ勝つ方がやっぱりそれ嬉しいですよ、うん、だから僕そういうクラブもね、うん、ちょっとこう面白い試作したいなと思って、それもあって今日来てもらってで僕やっぱり2人のスイング見た時に、はい、やっぱり球がちょっと変えただけで、まあそうですね、スイングってこんな変わるんですよ。すごい変わりますね。うん、違います、違う、僕でもそんな違うんですか。あ、まあ君はちゃんとあの YouTube 見て見たらいいんだよ YouTube で早く上げてもらっていいですか。いやいや本当今日はどうもありがとうございました。ありがとうございます。